ご着席願います。これより会議を開きます。内閣提出公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案及びこれに対する柚木道義君ほか3名提出の修正案を一括して議題といたします。この際お諮りいたします。原案及び修正案審査のため本日政府参考人として内閣官房内閣審議官吉田学君、消防庁審議官武田俊彦君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官高倉信之君、医政局長原紀久君、労健局長原勝則君、保健局長木倉義行君、年金局長香取照之君のお出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。なし。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。富岡努君。委員長。富岡君。おはようございます。自由民主党の長崎選挙区富岡努でございます。先般から本委員会においても年金関連2法案本当にこう深い議論が続いております。本日も7時間という長時間にわたって田村厚生労働大臣はじめいろいろな関係の皆様方にご質問が続くわけでありますが、これらの問題については本委員会でも与野党の質問に対していわゆるいろいろな問題を勘案しながら問題解決に向かっていっているとこのように私も承知しているわけであります。そこで本日は私はこれからの問題を横目で見ながら年金問題全体についてまず基本に戻って改めて基礎的なデータを確認し今後の年金制度の在り方についてお考えを伺いたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。資料を使って、説明をしたいと思いますのでお手元の富岡努の資料1をご覧くださいませ。これはですね似たような表は見られたことがあるかと思いますが改めて年金担当の若手の方たちに作っていただきました。正確に横軸に人口というんですか人数を縦軸に金額を正確に加味して作成されたものと思ってください。いわゆる年金制度の種類別人口分布及び支給年金額を示したものであります。今回問題になっている第3号被保険者およそ1000万、いわゆる国民年金のみを受け取られている方は自営業を中心として1900万人と、民間サラリーマンいわゆる厚生年金保険加入者は3451万あるというのが読み取れます。また共済年金等は国家公務員共済地方公務員共済を含めて441万。でこの表をずっと見ていただくとですね、まず、非常に印象的なのは金額、国民年金、税金が国税が半分入っておりますが、1階の部分、それから厚生年金2階の部分、3階の部分、私たちが今議論しているのはこの四角に囲まれた厚生年金基金の分、このわずかと言ったらいけませんけど437万のこれを議論して、3階部分をいかにこう充実させるかという制度だったんですが代行割れ等で、逆に、下掘れというのか穴をが開いてしまっていると。したがって我々は将来この標語を見ながらですね、考えていかなくちゃいけない。いわゆる資格の部分の制度を熟知すると同時になぜこういうふうな金額の差が相当あります。これは
したがって、これに対する、まあ、対応を今後考えていかなくちゃいけない。まあ、いわゆる国民年金は現在ですね、月月額10,040円を40年間、我々も国民年金でございます。29歳で国会議員になられた方、今から払わなくてはいけないということになります。きちんとただ払い続けたとしても最高支給額は現在のところ66,000円であり、実態の数値を申せば国民年金支給額は平均個々に小さく書いてありますので後でお読みください。中の1から3までの中に平均額をきちんと書いております。いわゆる老齢基礎年金、まあ、一般的に国民年金と言われているものは58,000円、そしてこの厚生年金保険の平均額ですけれど16,100円、さらにこの右端の国家公務員共済の月額は1人平均21,400円、地方公務員共済は22,100円、なんと3倍以上の差があるわけであります。すなわち学生の時から毎月今後15,000円を振り込んでも65歳から支給されるのは、まあ、学生の特例等を使えば支給額が減少しますので、おそらく60,000円にも満たない方がたくさん出てくると。夫婦2人で一体120,000円で暮らせるかということが問題になっており、こういう点から言っても生活保護受給者平均まあ、13万とか14万とか言われているとの、一生懸命払い続けたとに払ってない人とより少ないんかと、まあ、これが今国民の間でいろいろ問題になっているのは皆様よくご承知のことではないかと思っております。これまで民主党さんをはじめてですね、いろいろな政党が抜本的な改革を唱えてきましたが、その財源をどこに求めるかということで抜本改革を行うことなく3つの大きな保険制度を維持しながら現在に至っております。まあ、そこでですね、最初にお尋ねするのは、現行の年金制度は今後このまま維持していくのか、まず問題があると考えているのかいないのか、まず問題点の認識を田村大臣にお伺いしたいと思います。田村厚生労働大臣。おはようございます。今委員からお話ございました現行の年金制度問題点があるのかないのか、それは問題点がないわけではないわけでございまして、いくつかの問題点がございます。一つはですね、非正規雇用の労働者の方々、こういう方々が今国民年金の方にかなり移っておられると、まあ、一定の条件、今30時間以上と、まあ、これから制度改正でですね、若干その方々も、厚生年金に来るわけ、適用拡大という法律が昨年通りましたが、まあ、しかし基本的にはまだまだ残っておられます。その方々が、まあ、本来ならばどう考えるかということで、まあ、厚生年金の適用拡大というものをこれからどのような計画で進めていくかということはまず一つあると思います。それから、まあ、無年金者の問題をどう考えていくか、これも大きな課題でございまして、本来国民年金で加入義務があるにもかかわらず加入をされていない方々に対してどのように加入勧奨をしていくか、こういう問題がございます。それからですね、まあ、国民年金の水準というものをどう考えるか、これもこれからマクロ経済スライドがかかっていくということでございまして、実は厚生年金よりも長くかかるんですね。厚生年金は確か2019年でマクロ経済スライドが、まあ、現行21年度改正でですね、まあ、終わるという話なんですが、国民年金は2038年までマクロ経済スライドがかかります。
その分だけスライド余計にかかるわけでありますから、支給水準というものが引き下がるわけでございますので、この問題をどう考えるかという問題もあろうというふうに思います。まあ、ことさら他にもいろいろと考えれば問題はたくさんあるわけでございますので、いちいち申し上げるだけでですね、時間を取るわけでありますが、まあ、主な問題点ということで考えればこのようなところがですね、大きな問題として上がってきておるわけでありますが、まあ、一方でですね、年金制度全体で考えますと、これ所得代替率 50% というものを守るという中で、まあ、これは35万8000円という所得世帯でありますけれども、それに対して均衡財政支給とですね、保険料が均衡を果たすということから考えればですね、積立金に関してはまだこれまあ、この1、3がどういう状況かだいたい、まあ、おおよそいいのではないかなという気はいたしますが、結果出ておりませんからどうなるかによって結果違ってまいりますが、おおよそですね、必要な積立額というものは確保できるであろう。それから合計特殊出生率、これはですね、前回予想したときよりかは、かなりいい状況に今足元になっておりますから、出生率の方もですね、予想よりかは決して今の数字がいいというわけじゃないですよ。ただ予想よりかはいい数字になっておるという部分ではですね、年金財政というものは均衡はしておるのではないのかなというふうに今推測がされるわけでございます。委員長、富岡君。まあ、ざっとご説明を受けても、フリーターの問題、あるいは無、ね、全く無年金者がいるということ等々ですね、まあ、いろいろな問題を抱えながら、この年金制度は、まあ、これから問題解決にしていかなくてはいけないと思っておるんですが、まあ、ここにですね、やはり一番大きなその人口比である国民年金、特に基礎年金の受給者というのをですね、やはり、まあ、プライオリティというかその順番をつけるとしたら、これに対する対策をやはり、ここまでですね、その資料1の金額の差があり続けてですね、維持していくのは常にこう時限爆弾を抱えて年金制度を少しずつこう扱っているような印象を拭えません。したがってですね、これは予算の問題とか消費税の問題とかいろいろな問題があるんですが、まあ、例えばですね、ここに65歳から国民年金にですよ、ずっと払い続けて65歳から年金を受けて、まあ、平均寿命、まあ、男女の平均、ありますけれど、85歳まで仮に生きたとして、20年間の支給額をですね、計算してみます。まあ、退職金等々いろいろあるんですが、それからいくら年金をもらうかという、もうざっと計算してみるとですね、我々、例えば国会議員もそうですが、6万、まあ、5万8000円からで計算するとですね、85歳までに国民年金、受給者は1400万円。一方、地方公務員共済は5304万円。実にその差は4000万円近くになります。したがって、自営業の方はね、65歳になったときに、逆に言えば、4000万ぐらいのですね、預金、貯金がないと、地方公務員、まあ、多分学校の先生とか、いろいろあるんでしょう。その方たちと同じような生活はできないと。4000万ですね。退職金等を吹っ飛んでしまうような額の差が、生涯、受給されて、まあ、片方は受給され、片方はそれがないという。ここら辺をですね、若い人に言うとね、そんなにですか先生と、こういう反応が返ってきます。で、それを若い人は計算しないし知らないんですね。まあ、したがってですね、私はこの、まあ、日本が誇る社会保障制度、一見いいように見えるんですが、まあ、健康長寿の期間を著しくこう長く楽しむようになってきた、まあ、昨今の状態から言えばですね、まあ、なんとかこれをしていかなくてはいけないという思いが非常に強いございます。
まあ、今厚生年金危機の問題がずっとされてるけれど、人口比あるいはいろいろな部分から言えば3回部分を増やすとか増やさない話なんですね。この表から言えばこの小さな部分って言ったら叱られるかもしれないけれど、これをずっと見ていって、この不合理さをですね、やっぱり我が国はなんとか解消しようとしてきたけれどできてないと、まあそういう状態が今あります。したがってですね、これちょっと調べてみましたら、ここにですね、どう言えばいいんですかね、第1号被保険者下からずっと見て、国民年金の国民年金基金というのがございます。ヒゲのようにちょっと、ついてますね、まあへばりついていくというような言葉で表現します。これはですね、52万人あります。この制度についてちょっと、専門の方に、まずは説明、どういう制度か説明していただけますか。香取年金局長。おはようございます。ご答弁申し上げます。国民年金基金制度でございますが、これはまあもともと昭和36年に国民年金制度ができましたときに、まあ、規定上は置いてあったものなんですけれども、平成元年の改正で今の形にいたしまして、具体的にそれまで事実上機能していなかった規定などが動いたものでございますが、今先生お話ありましたように、サラリーマンの方は1回の年金、2回の年金、そして3回の企業年金その他がございます。で、自営業者の方につきましても老後のさまざまな生活人数に合わせて、そういった企業年金等を持つ被用者の年金制度とのバランスを取るということで、こういった制度を創設したというものでございまして、いわば、自営業者の方々の、上乗せの、基本的には私的な年金になりますが、上乗せの年金ということで作られたものでございます。委員長。富岡君。今ご説明のあったようにですね、これがいわゆる国民年金の上乗せ部分。しかし、このグラフで見るようにですね、実態はほとんど稼働してない。知らない。で、6万8千円のですね、年金がもらえるような、掛け金をもちろん納めれば、これに国費は入ってますか？国費は、私が言いましょうかね。4分の1国費が注入、投入されている。で、いいですか？ちょっと確認しましょう。香取年金局長。恐縮です。先ほどちょっと若干舌足らずで、国民年金には付加年金制度というのがございまして、一部その国民年金の本体の中に付加的な、月額400円だったですか、許可をしてもらうという部分があります。で、付加年金部分については4分の1、先生おっしゃるように4分の1の国庫負担がついていますが、この国民年金基金に関しましては、基本的には国庫負担入っておりません。全額掛け金と掛け金でその給付を賄うという構成になるとございます。はい、富岡君。ただし、その代行している部分は自動的に付加年金にが代行されているわけですよね。ただその場合にはやはり国保が入っていると、国費が入っているということですよね。したがって平成23年のには12億円。ただね、これ全員が入ったとすると500億ぐらいの、ね、金額にならざるを得ないんですね。だからこれおそらく税と社会保障制度の一体改革においては、この制度を普及するのかどうか、そしてこの6万8千円もですね、国民年金、受給者がそれを取りというかもらいに行くために加入するような、そういう制度に私自身はね、このあまりにも差が大きいので、このグラフ上ね、するべきじゃないかと思ってるんですが、専門の方のご意見。そしてですね、なんでこれはこんなに細いの太らせる気はないの、これをお聞きしたいと思います。香取年金局長。
国民年金基金ですが、やはりこれはサラリーマンの方とと同じで、やはり老後の所得保障のことを考えますと、まあ、公的年金、まあ、サラリーマンの方は2回もありますが、1回あるいは2回の年金に加えて、そういった私的年金をきちんと充実していくという意味では、基本的にはまあ同じことなので、まあ、今回厚生年金基金については改造改定をお願いしていますが、まあ、先生の絵にありますようにサラリーマンの場合には DB、DC といった企業年金があり、それはそれなりにまあ制度も発展しているわけなので、国民年金についても基本的にはそういったものとして、あと個人の方は個人型の DC というのもあるんですが、まあ、そういったものと合わせて、まあ、基本的にはそういう役割を果たしておりますので、その意味ではまあ企業の方の企業年金と同様に、やはりそれなりにやっぱり自助努力のもの、自助努力で老後の保障するものとしてきちんと位置づけていきたいというふうに思っております。でただ、まあ、人数が少ないというのは、一つは、まあ、国民年金自体が一号の被保険者が全体として数が、まあ、減っておりますし、で先ほど大臣からご答弁申し上げましたように、まあ、一応想定しているのは自営業者の方なんですが、やはり一号の中で自営業者の人は下がっておりますので、まあ、全体として母数も少なくなっておりますし、するので、まあ、国民年金については我々も制度の普及を努めておりますけれども、まあ、任意加入ということもございまして、まあ、おっしゃるような意味で、まあ、広い年金の加入という形には、まあ、残念ながらなっておらないということでございます。はい、委員長。まあ、まさにその通りですね。だから基金がですね、その地域型が47、そして、職能型ですね、例えば薬剤師年金とかいろいろあると思うんですが、それが25あって、まあ、代行ちゃんとしてるわけですよね。でなんでこれが普及 していないのかっていうのがちょっと僕も不思議でならない部分があるんですが、どうぞ。じゃあ大臣、ちょっとその理由と今後 そのお考えをちょっと聞かせてください。田村厚生労働大臣。一点、先ほど問題点で抜けておったのがですね、これだけ言っとかないと怒られますんで、マクロ経済スライドが今物価が上がらないんでかかってないんです。でこれで均衡するもんですが、これがかかってこないと財政が均衡しないということでございまして、まあ、アベノミクス等々で景気が良くなって物価が上がってくることによって、もちろん賃金が上がることを前提でありますけれども、まあ、マクロ経済サイドがかかって均衡していくということ、これが大変今大きな問題となっております。まあ、特例水準の解消はもうすでに昨年法律が通ったということでございます。で今の問題なんですけれども、国民年金は今局長から話がありましたが、自営業者を基本として考えておりました。で自営業者というのは収入がございます。65に なっても収入があるわけ。例えば先生もですね、お医者様を続けられれば収入がある、政治家も、まあ、収入があるという話でございますから、実はその商売やられている方々は若い時のような、まあ、活動的な商売はできないにしても、65以下も、例えばお店を開きながら、収入が減ったとしても、それと、まあ、併用しながらですね、国民年金をもらって生活をするということが、実は、生活設計の中で根本的にですね、組み込まれた、そんな制度であったということが前提にあるわけなんです。ところがですね、今、非正規雇用の方々が増えてきた。するとそういう方々はですね、そもそも、まあ、フローの収入もなかなかないわけでございますから、それに耐えられない。で国民年金基金はそもそもやっぱり収入がなければかけられないわけですよね。上乗せで保険料払う、もちろん所得控除ですから得は得なんですよ。全額所得控除がかかりますから。まあ、しかしですね、収入がなければやっぱり上乗せでかけられないわけでございまして、今、大方といいますか、自営業者以外の方々は、なかなか収入が多い方々少ないですから、その分なかなか国民年金まで手が回らないということも、もちろん国民年金基金ですね、基金まで手が回らないということも、実は国民年金基金が広がっていかない一つの理由でありますし、まあ、テレビ等々を含めていろんな PR もしてきたんですけれども、まあ、広報活動も足らないのかもわかりません。まあ、そういうことも含めてですね、これからも国民年金基金というものに対して、一定の我々、広告といいますか、言うなれば宣伝をやっていかなきゃならないなと、まあ、こんなふうに思っております。委員長。富岡君。まあ、今後ですね、社会保障と、税と社会保障の制度の一体改革が、議論が進むと思います。早めにね、やっぱりこういう議論をして、結論を出していっていただきたいと思います。もちろん、与野党を問わず、こういう議論に参加しですね、年金制度のしっかりした健全な運営に当たっていきたいと、私自身思うところであります。ありがとうございました。さて、そうしてですね、年金生活者が安心してこう年金を受給しながら生活をしていくわけですが、
突然やっぱり病気になります。まあ、この救急体制についてちょっとお伺いしたいんですけど、独居老人とかが増えてまいります。その救急、一時救急、二次救急を預かる中小病院あるいは大学病院ですね、救急車がたらい回しの事件がやっぱり起こり始めました。これはまあ、ニュースとかで見る。そこでまず消防庁にお尋ねしたいんですが、患者さんから救急依頼の要請を受けた際に現場に到着し搬送受け入れ病院まで要する時間と病院に受け入れ要請を何として受け入れられたか、もう簡単に答えてください。数値だけで結構でございます。消防庁武田審議官。今お尋ねになりました救急要請を覚知してから現場到着までに要する時間でございますが、平成23年中の全国平均は 8.2 分でございまして、14年中から 1.9 分伸びている状況にございます。また病院収容までに要する時間ということで申し上げますと、23年が全国平均 38.1 分で、平成14年よりも 9.3 分遅れている状況にございます。また医療機関への受け入れ照会の回数でございますが、4回以上受け入れ照会をしている重症以上傷病者の搬送事案でございますが、平成23年中では全国 17,281 件、全搬送件数の 3.9% となっております。富岡君。やっぱりですね、こう最近そういった時間とかですね、こう伸びてきているというのが、一つはやっぱり、まあ、たらい回しという表現じゃないけど、探すのに苦労しているという、まあ、実態を表していると思います。まあ、そこでその原因をですね、やっぱりこう考えていくとですね、やっぱり、受け皿になっていた有償診療所の減少というのに、まあ、たどり着くわけです、私自身はですね。まあ、そこでですね、その表のですね、こう2の1を見てください。これでいくとですね、非常に急峻というか、急峻というか、もうステッドリーですね、絶え間なくこう下がっていっていると、2の1ですね。したがってですね、これが今非常にこの地域の医療を不安定にさせている原因の一つではないかと思っております。有償診療所はですね、地方では繁忙を極める大病院の、まあ、クッションアブソーバーというかですね、そこに一旦行ってまた紹介を受けると、まあ、そういう地域での、まあ、特に過疎に悩む人口1000人未満ぐらいの地域ではですね、医療介護施設としての役割を果たしております。また大都市圏においてはですね、専門性の高い医療と緊急時の医療を提供しているんですが、一方僻地とか離島においてはですね、病院と在宅、病院と介護施設をつなぐ役目、また在宅医療の後方支援となる病床であります。またさらになお終末期医療や介護を含めた多彩な対応ができる唯一の入院施設であることを私たちは知っているわけです。すなわち地域密接型の病床であり、今後人口減少が進み、人口単位で言えば、まあ、1000人2000人程度の皆さんがいつも住んでおられるふるさとは多くはこの程度のものかと思いますが、そういったまあ、僻地といいましょうか、地域ではかけがえのない医療施設というべきであります。これを温存していく政策が取られるべきと思いますが、どうなんでしょう、いかがお考えでしょうか。原医政局長。お答え申し上げます。有償診療所につきましては、まあ、外来を行いながら、まあ、入院医療の提供もできる、また地域住民の医療ニーズに対応できる、まあ、小回りの効く医療施設として、まあ、地域で重要な役割を担っていると考えております。このため、厚生労働省としましては、有償診療所につきまして医療計画作成指針において在宅医療の体制構築に関して、まあ、非常に期待されるという役割を明確化したこと、また僻地診療所等では運営経費や医療機器の購入あるいは設整備等に対する財政支援も行っております。また有償診療所のネットワーク構築や急性期等の後方支援体制、
の強化のための施設整備について地域医療再生基金を通じた財政支援も行っているところでございます。また一番大きなのは最近では平成18年の医療法改正時に有償診療所の入院期間いわゆる48時間制限の撤廃を行いまして対応をしてきたところでございます。今後とも有償診療所が地域医療の中で担っている重要な役割を踏まえて各班の支援を行っていきたいと考えております。委員長富岡君、まあ、いろいろ、ね、対策を打たれているようでですがやっぱりエビデンスは証拠はこれなんですね。これもう何も言うことないですね。何も効果を表してないと、これがまあ事実でございます。したがってですね、この原因は一体何だろうかと思っていろいろ、まあ、局長さんから指摘は あるんですが、最大の原因はですね、あまりにも低く抑えられた入院基本料にあるのではないかと、まあ、こういう指摘があります。まあ、これは運営されている、有償診療所の皆様方からのご指摘なんですが、まあ、それはですね、この資料の最後の一番最後の資料を見ていただくと、まあ、後でゆっくり見てください。非常にですね、まあ、1ヶ月を経つとですね、極端に言えば351.3510円、これはカプセルホテルよりもね、低いんじゃないかと、まあ、そういうので冷暖房が効いてね、いろいろなケア、まあ、キュアを受けられる方のまあ、その費用としてはあまりにも低すぎると、まあ、この点はどうですか。その木倉保健局長、お答え申し上げます。有償診療所、地域の在宅医療の拠点としても病院介護施設の広報の支援としても大変重要な役割を果たしていただいて思っております。今ご指摘の入院基本料でございますけれども、基本はその病院に比べまして診療所ということで医師や看護職員等の配置基準が定められていない、もしくは緩和をされておるというふうな施設基準を踏まえた評価になっていることは事実でございます。その上でございますが、ここのこの有償診療所が担っていただいている医療地域での医療の機能ということに着目をした加算ということで評価をするというような仕組みを取っております。で、この入院基本料そのものにつきましても22年の診療報酬改定でもその病院や介護施設から受け入れられたときの初期の加算というものも創設しておりますが、さらに直近の24年の診療報酬改定でもその緩和ケアをしっかり頑張っていただこうと、あるいはターミナルケアをしっかりやっていただこうということでの評価を新たに設けるというようなこともしております。それから在宅医療の機能の強化ということで24時間の対応あるいは緊急時の対応をしっかりやっていただきたいということで、その複数の医療機関の連携あるいは病床を有する医療機関との連携のもとに緊急での往診あるいは看取りをきちんと最後までお願いをしたいということで、そういうところをやってらっしゃるものについての評価を引き上げたということもやっております。さらに時間外24時間でも電話等でもきちんと対応していただきたいという点を評価をする。それから一般病床、療養病床を持っていらっしゃる、この間で患者さんの容態に応じて柔軟に使える、それから介護の療養病床を持っていらっしゃる場合もその間でも柔軟に使えるようなことで取り組みが進むようにしております。来年に予定されても診療報酬でもまたしっかりと議論してまいりたいというふうに思っております。はい、いろいろおっしゃってもですね、現実的にやっぱりたらい回しが増えてき、その減少しているのとそういう相関性がありますから、やっぱりエビデンスに基づいたポリティクス、政治をしていくべきだろうと思います。しっかり注視してください、この数値とか現実をですね。まあ、ぜひ厚労大臣含めて、副大臣、大臣政務官含めてこの議論を詰めていただきたいと思います。質問を終わります。